311、あの震災原発事故が起きる前と起きた後と何か変わったこととかありますか？あ、まあすごい人生観変わったかなって思います。仕事だけじゃなくて、まあ、単純に言ってプライベートも今のうちに大切にしておきたいなと思いました。地震来て家族のことを結構思うようになりました。まあ、正直気持ちは変わってはいるんですけど、それに対してじゃあ何をしたらいいかとか、具体的なことはちょっと、まあ、ピンとこない。あの不安がより高まったと同時に不安の中でも覚えていくしかないなって、諦めも含めた、まあ、何とかしていかなきゃいけないっていう踏ん張りどころかなっていうような、そういう気持ち。新しい発電方法を今の日本の技術とかだったら生み出せると思うんで、科学の技術はすごいかもしれないですけど、どっちかっていうと、なんていうの、自然界を汚してしまうとか、そういうやってはいけない領域をやってしまってたのかなっていう、それのまあしっぺ返しを受けたなってすごく思っています。メディアについて、あの疑いの目で見るようになりましたね。政治も何もかもどうやったら変えていけるんだろうというのは探ってますね。東北の方にボランティアで行ってるんですね。ボランティアもやっぱり時期が経つにつれて減ってったりするんです。現実進んでいくばっかりではないのに、どうしても足が止まっちゃうっていう現状が出てきて、そこら辺がすごく見てると心配だなっていう。日本人国民性ですか、そういうところをやはり大切にしていけば、もうそこまで来てるんで、もう上がるしかないとは思ってますね。先々どうなっていくかってところを見たときに、あの簡単に言えば格差社会が起こるだろうと。明らかに年収300万円の人が多くなると思うんですね。ただその300万円でも幸せなんだっていう世の中になっていてほしいなって思ってます。幸せがすごく周りにたくさん溢れてることに、みんなもっと気づいていけたらいいんじゃないかなって思います。いろんな意味で何があっても前に進むこと、前に進めればいいこともあるかも、悪いこともあるかもしれないけど、何かにつながってるかなと思うから、今日も頑張る。ああ、俺ホームレスだからな、はい、ホームレスだから。あ、そう、何もないな。あれ以降、特に思うのが、自分を、人をやっぱりその大切にするっていうのは、自分を大切にするっていうことがつながると思うので、その幸せも、まあ、誰かのためにっていうのはありますけど、自分がやっぱり一番その幸せになって、相手を幸せにしてあげるというか。やっぱりこの震災を受ける前までって結構あのすごい精神的に病んでいた時期があって、一日を送るのがすごく辛い時期があったんですよね。その時にやっぱり自殺っていうことを考えていた自分がいて、でもそれをやっぱりこの地震
震をきっかけにその一日一日ってすごく大事なんだなということを改めて痛感して、やっぱり幸せっていっぱいあるんですよね。だからそれをもっと実感して、あの毎日すごい一日一日大事にして生きていかなきゃいけないなってすごく思います。